で出てきた。知ってたのか。なんか言ってない二人。嫁さんのこと。あいつの人生だ。好きにすりゃいいさ。兄さんの時はもっと違ったじゃない。純平は跡取りだったんだ。あいつは勝手してここ出てったんだから。兄さんができたら今頃どうなせか分かったもんじゃないですからね。たまには電話して母さんに声だけでも聞かせてやるよ。